さん、いいつもお疲れとところメッセージありがとうございます今回はねステーキング報酬の報告31ということでなかなかねもう積み上がっていきますね体の間ねもうどんどん積み上がってきてしかも体の自体の価格も上がってますんで300円前後ですかもうほんと悲願ですよねそして本日8月25日はあと数時間したら 体の枝が日本でで扱えるるよううになってくとといいことでございます、まあ、正確にはね9月の中旬から下旬に盛んに売買がされるんではないかなと思いますので、えー、その辺をターゲットに、まあ、8月中9月前半中盤までは体の枝を、まあね、買うチャンスというふうに位置づけてまあ買わないんですけどね私たちプレセール組は買わないんだけども迷ってる方には、まあ、今のうちなんじゃないかなと、うん、もちろん 余剰資金で何が起こるかかかりませんからねそして本格始動する9月下旬10月11月12月あたりこの辺でですね体の枝が日本上場したことによって日本の暗号通貨マーケットに流入する資金っていうのは確実に増えるんじゃないかなと私は予想しますねつまり明るい兆しが見えると2022年どういうふうになっていくんでしょうか、まあ、世の中ね感染症などで不安な声も大きいんですけどもどこかで 希望も見出していかないといけないですからね。はい、えー、それではこれからも情報発信よろしくお願いします。ありがとうございました。